探偵ヤッツを仕留めろ。しかし相手の数が多すぎだ。マフィアどもが一斉に撃つ。無情にもそのうちの数発が兄貴の体を捕らえた。兄貴か。その時兄貴が懐から何かを取り出した。互いに視界をなくそう。あれは煙玉。それを奴らの足元に投げ込む。瞬く間に大量の白煙によって消える視界。ザン見えんな。落ち着けバカモン。来世は一人前になれることを祈っているぞ。二人の人間を両断してしまった。